イドラインスタートで、次にちょっと2つのボール使った、ちょっとリアクション反応の練習入れたドリブルの練習するから、まず最初1個目ここは簡単、ナイス、ナイス、ナイス、で半分いったら左手に入る、でダイレクトに返す、ダイレクト、ここのパスも正確に意識してやって、サイドラインスタートで、したらプレーの幅っていうか、どの相手にも対応できるし、もっと簡単に攻めれるんで、そこ意識で、これ1日では上手くならないんで、継続してバスケットボール習慣のスポーツって言われてるんで、毎日、積み重ね、俺も最初こんなドリブルできなかったんで、自分との戦いだと思うんで、こういうのやっぱチーム的にも、先生から聞いたら、はい、チームって聞いたんで、コートに入ったら学年関係ないと思うんで、そのコミュニケーションしっかりとって声出したり、でコート出たら先輩と後輩はっきりしてっていうのを意識してやっていけば、先輩たちの記録っていうのを超えれると思うし、頑張ってください。 YouTube やっとるんでチャンネル登録だけしといてください。お願いします。よっけ、ありがとうございました。ありがとうございました。お話だけやから OK、 それでは全員、今日どうでした？わかりやすかったです。そのどういうところが、そのどういうスキルが良かったとか、なんかこれ使えそうだなとか、なんかポケットドリブル、ポケットドリブル、なるほどなるほど、なんか逆にじゃあもっとこうした方がいいみたいなありますか？ないないもう完璧、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん頑張ってください。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン。良くなくてもチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタ、ツイッターも始めたので概要欄からフォローお待ちしております。バイ。